ヤシロは、日本海軍の解剖艦で、ミクラ型解剖艦の6番艦。丸ル級計画の解剖艦工型、第3 1 5号艦型の19番艦。仮称艦名第328号艦として計画。1942年2月14日、後に、ミクラ型と呼ばれることになる、解剖艦オツ型の基本計画が決定したため、それに従って建造されることとなった。 1943年11月18日、日立造船株式会社桜島造船所で寄港。1944年1月25日、八代と命名。本席を横須賀鎮守府に仮定される。2月16日、浸水。3月1日、山下貞義少佐が偽装委員長に着任。5月10日、春光市本席を横須賀鎮守府に 駅務を横須賀鎮守府警備解剖官にそれぞれ定められ、山下少佐はそのまま解剖官庁に着任した。同時に、クレ鎮守府部隊クレ防備戦隊に編入され、連成教育訓練に従事する。その後クレ海軍交渉にて、主機械回転装置横軸駆動歯車の交換工事、発電機防振装置の装備が行われた。1944年6月3日、 海上護衛総司令部第1海上護衛隊に、編入。10日、クレを出港し、文字へ移動。11日、1バイト型戦時標準貨物船ミノマル、タンカーサンルイスマル、道桜マルタ輸送船26隻からなる、ミレーナナ船団を、駆逐艦朝風、朝顔、第2号解剖艦、特設区船艇第3タクミ南丸ミと共に護衛して、文字を出港。まもなく、 ニトルコリラ型戦時標準タンカー公営丸が、機関故障を起こし、文字へ反転した。15日1040、団は、天海大島沖に下泊。16日、戦団は、航行を開始。17日、朝顔が貨物船松浦丸、火客船鴨丸の2隻を護衛して戦団から分離する。18日1300、団は、高尾に到着する。 同日1730、朝顔田の船団は、キールンに到着する。ここで、貨物船王洋丸とキールンから開港してきた、朝顔を加え、1955に出港。まもなく、ニトルコリラ型戦時標準タンカー王の、久島丸が、機関故障を起こしたため、朝顔の護衛で、高尾へ反転した。23日1800、船団は、マニラに到着。桜丸、 ミノマル、1C 型戦時標準貨物先進国マルタ輸送船16隻、第2号海防艦、第3択南マルが分離し、1TM 型戦時標準タンカー神尾通りマル、2TM 型戦時標準タンカー桜久しマル、応急タンカー山崎マルタ輸送船4隻を加えて27日0600に出港。7月2日1 7 0リに到着した。五日零六零零 神尾鳥丸、1バイト型戦時標準貨物船、白金山丸、1TS 型戦時標準タンカー第8協栄丸、対輸送船4隻からなる、ミシレイオン船団を朝風と共に護衛して、ミリを出港。船団は9ノットで航行し、9日船に、湘南に到着した。12日1100、1K 型戦時標準貨物船ひた丸、大前丸、 白馬山丸太輸送船7隻からなるシミレイ6、船団を朝風と共に護衛して、湘南を出港。17日1500、船団はミリに到着。19日1大前丸、北丸、白馬山丸太輸送船9隻からなる未重船団を朝風、第3号解剖艦と共に護衛して、ミリを出港。24日2100、船団はマニラに到着。ここで ラツマル、2アンペア型戦時標準貨物船加古川丸、六甲丸田輸送船三隻、不設定前島を加え、27日1100に出港。28日1040、北緯16度23分統計119度40分、北緯16.383度統計119.667度、1 6 3 8 3十1 9 6 6 7の、ルソン島、ボリナオ西方沖で、 米戦クレバルの発射した魚雷一本が白馬山丸の右限三番戦争に命中。行動不能となった動船は総員退去の後1305に沈没した。30日第2十号海防艦が船団に合流。8月2日戦、船団は高尾に到着。八代は、ラツマル、日南丸隊輸送船一隻、朝風、前島と共に、 戦団から分離した。4日0930、ウラル丸、タンカー第2コクラ丸、アタゴ丸対輸送船13隻からなる、未13戦団を朝風、駆逐艦不要、解剖艦末は、草垣、第14号解剖艦、第38号小海艇、第18号昇海艇、特設区船艇、布引き丸、英風丸、霞丸と共に護衛して、高尾を出港。 8月7日朝北緯16度27分統計117度18分、北緯16.450度統計117.300度、16.450117.300の地点で米戦レートンに発見され、レートンは魚雷を3本ずつ計6本発射したが目立った成果はなかった。護衛艦艇は対戦相当を行った。同日夜、 北緯14度50分統計119度58分、北緯14.833度統計119.967度、14.83319.967のバターン半島沖三0海里の地点で、この対戦相当部隊は、米戦ギター炉に発見される。ギター炉は、しぐれ型駆逐艦と吹雪型駆逐艦に対して、巨雷を三本ずつ、計六本発射し、 吹雪型駆逐艦への三つの命中を確認した。2 2 0 5号、船団広報を警戒航行していた、解剖艦草垣にギター炉の魚雷複数本が命中し、沈没した。船団本体はこの間に、マニラ湾に入っていった。8日0800、船団はマニラに到着。ヤシロアトラス丸、ダバン丸、特設運送船。 1> 第1号進行丸太輸送船3隻、不要、朝風、松は、18号総海底、春日丸、英風丸、布引き丸と共に、船団から分離した。9日0200、生駒山丸、朝さ丸、応急体火物丸太輸送船19隻からなるまた26船団を、松は、第5号海剖艦、第6号海剖艦、第9号海剖艦、 第16号解剖艦と共に護衛して、マニラを出港。10日、戦団は、北緯16度17分統計119度46分、北緯16.283度統計119.767度、16.28319.767の地点を航行中、ギター炉に発見される。ギター炉は魚雷を4本発射して、 カトリ型巡洋艦と4000トン級輸送船の撃破を報じる。この攻撃で、1TM 型戦時標準タンカー新境丸に、魚雷が命中して沈没した。午後になり、第38号総海底、第39号総海底が加わる。12日、左 A 行きの課長山丸と共に、船団から分離。16日、左 A に到着。19日1200、 A 広島るを護衛して、左 A を出港。20日2045、高尾に到着。22日1410、玄海丸、応急タンカー三つのり丸、低新章標準、B 型貨物船接船丸、対輸送船7隻からなる、玉24船団を水雷定番と、第8号海防艦、第25号海防艦、第32号海防艦、第38号総海艇。 第39号総海艇と共に護衛して、高尾を出港。24日、アパリに寄港。25日朝、サマログに寄港。22日に日71戦団から分離した1トルコリラ型、戦時標準タンカー第2発行丸、銅二用丸、護衛の朝風、夕凪ぎからなるまた 24A 戦団が、米戦スペードフィッシュの攻撃を受けて、 第2発行丸が大破しバサ連湾に座礁し、ユーナギがその警戒のために戦団から分離していた。25日生頃、戦団はバサ連湾沖に到達。玄海丸が第2発行丸の救援のために、第25号解剖艦がその警戒のために戦団から分離し、その代わりにユーナギを戦団に加えた。その直後、戦団は 北緯18度42分、統計120度49分、北緯18.700度統計120.817度、18.700、18. 120.817の、ルソン島北岸マイライラ岬近海で、米船ピクーダに発見される。10時22分、ピクーダは、三つのリマルに向けて、魚雷を6本発射し、うち1本が命中して、 三つのリマルは10時23分に沈没していった。これを見たユ凪ナギが対戦相当を行うが、ピクユダのサイドの雷撃で、左限環境後部付近に魚雷が命中して間室が爆発し、ユ凪ナギは10時35分に沈没した。午後には、北緯18度31分統計120度32分、北緯18.517度統計120.533度、 18.517120.533のルソン島北西端、ボヘアドール、岬沖で、ピクーダとウルフパックを組んでいた米船レッドフィッシュに発見される。1315にレッドフィッシュは魚雷を発射し、バトパは丸が飛い沈没した。26日、船団はリンガ園に到着。27日0600にリンガ園を出港し、サンタクルーズへ移動。 28日0600にサンタクルーズを出港し、2100にマニラに到着した。30日、八代はマニラを出港し、特設運送船、オムロ、ヤママル、陸軍輸送船を音はヤママル、黒潮丸田輸送船11隻からなる、非73船団と護衛の練習巡洋艦化し、センブリ、第19号海防艦、第21号海防艦、 第27号解剖艦と会合。マニラ行きの補給艦イラゴン、陸軍特殊船機微マ丸、特設運送船各丸、五国丸を護衛して船団から分離。9月2日1400に、マニラに到着した。6日1200、ニトルコリラ型船時標準タンカー人、栄丸太輸送船8隻からなるまた27、船団を水雷艇日踊どり、第38号総海艇。 第39号総会艇、特設苦戦艇第5匠南丸と共に護衛して、マニラを出港。7日1732、北サンフェルナンドに到着。日付が8日に変わった頃に出港し、1902、番グイに到着。9日に出港。同日、ワン沖で、第38号総会艇、第39号総会艇が分離。10日、高尾高校に到着。 11日に出港し、同日1700に、高尾に到着した。14日、早朝、出港する船団の護衛につくため高尾を、出港したところ、北緯22度42分、統計120度12分、北緯22.700度、統計120.200度、22.700、120.200の、高尾沖で、時期嫌いに触れて損傷する。 この食来で一時行動不能になり、艦首に浸水。乗員数名が負傷した。八代は、解剖艦三宅に栄光されて、高尾に戻り、30日まで、応急修理を受ける。10月1日1700、マカッサ丸、南京丸、1C 型戦時標準貨物船冬川丸太輸送船8隻から、なる、玉28船団を解剖艦大頭、第104号を紹介亭。 第21号区選定、第87号区選特務定、第92号区選特務定、特設方刊火山丸と共に護衛して、高尾を出港。2日夜、北緯20度50分統計121度31分、北緯20.833度統計121.517度、20.83321.517の、バタン諸島。 イバヤと島近海で悪天候の中高校中、米戦、ポンフレットに発見される。ポンフレットは、雷撃を行い、2250と2255に、津山丸の原機関室に一本ずつ魚雷が命中。津山丸は船体を折られて2345に、沈没した。4日1930、サブタンに到着。5日0700に出港。6日0534に、 船団から分離し、アパリに到着。9日まで同地で、発電機の整備を行うが、完了が14日になることからそのまま次の任務に着いた。9日、アパリを出港し、タンカー日英丸、ニトルコリラ型、戦時標準タンカー人、坂江丸、ドーセリア丸太輸送船6隻からなる、非76船団と護衛の空星高、大東、万樹、貫樹、倉橋、 三宅、第9号解剖艦と合流。11日、ニレ林到着直前に、船団から分離し、アパリへ向かう。同日、空爆を受けて無線機が破損、戦死2名数人の負傷者を出す。同日、アパリに到着。15日、アパリを出港し、16日1 6 0 2に、マコーに到着。21日まで修理を受ける。22日、 マコを出港し、ミカド・キタマル、ニトル・コリラ型戦時標準タンカー、天盟丸のみになった、非76戦団と護衛の艦受、第8号解剖艦、第1 3 5号解剖艦と合流。24日、ミカド・キタマルが、機関故障を起こし一時漂流するものの復旧。25日、戦団は、佐世保に到着。ヤシはここで戦団から分離し、 佐世保海軍交渉で修理を受ける。11月1日0800、ヤシロは佐世保を出港し、2日0900に富山に到着。同地で30日まで修理を受ける。1944年12月10日、第1海上護衛隊は、第1護衛艦隊に改編。30日、ヤシロは日87戦団を護衛して、文字を出港。 1945年1月1日、第1号衛艦隊霊下に新編された第100に、船体に編入。8日深夜から9日、早朝、高尾2日87船団が到着した。ながすぐに、米軍機動部隊艦上機に襲撃される。新位等が損傷。洋上では海宝丸が撃沈され、八代は環境に直撃弾を受けて勝破した。この飛弾で、 海防艦長の山下貞義少佐、航海長、機雷長、総田長、信号長をはじめ環境にいた信号員、見張り員等を、そのほとんど全員が戦死するという被害を受けた。そのため、法術長が艦長代理として指揮を取った。同日夜、八代は朝顔の右玄大人艦室横に衝突。日本海軍は1月13日付で本城託少佐を 臨時の八代解剖艦長に任命した。14日、メル、ボル、マル、にアンペア型戦時標準貨物船第2マル、ダイカオルマルタ輸送船4隻からなるとも37、船団を、アッサガオ、第1号解剖艦、第36号解剖艦、第134号解剖艦、第21号総海艇と共に護衛して、高尾を出港。16日、ニトルコリラ型、 戦時標準タンカー大砲丸が、機関故障を起こした。同日、第130号解剖艦が加入。18日、八代は、第36号解剖艦と共に大丸、大砲丸を護衛して戦団から分離し、クローン手腕に到着。20日1020、大砲丸以下の戦団は、クローン手腕を出港し、22日0530に、首相山白地に到着。 大砲丸以下の船団はそのままとも37バイト船団となり、同日1400に出港。24日、馬次海に到着。25日に出港し、同日冷水に到着。26日に出港し、同日沈海に到着。28日0500に出港し、29日0400に6連に到着した。30日、八代は6連を出港し、 1902、クレに,に到着。クレ海軍交渉で修理を受ける。2月15日、本城拓司少佐は、正式に、ヤシロ海防艦長となった。19日、修理が完了したヤシロは、1032、クレを出港し、文字に移動。20日1600、輸送船2隻からなる、モユレイチ船団を、第36号海防艦 第84号解剖艦と共に護衛して、文字を出港。21日0700、冷水に到着し、同日中に出港。公開中の22日、第102戦隊と第931海軍航空隊は、南高作戦支援のため潜水艦撃滅を目的とした AS1 作戦部隊に編入。23日、戦団は、定海に到着。 同地で、ヤシロは、戦団から分離し、25日1500に出港。FB ショー区の紹介にあたる。3月6日、師匠山白地に到着。8日、練習巡洋艦鹿島から爆雷と重油30トンを補給。同日、師匠山白地を出港し、ニトルコリラ型、戦時標準タンカー、登場丸単独からなる。 九十二戦団と護衛の第25号解剖艦と合流。戦団が朝鮮半島西岸に到達するまで護衛した後、分離し、11日に首相山白地に到着。同日、鹿島第34号解剖艦と共に首相山白地を出港し、12日に上海に到着。同日、AS1 作戦終了。十三日第百二戦隊は、 AS2 作戦部隊に編入。15日、鹿島第34号解剖艦と共に上海を出港。2隻と分かれて紹介に当たる。17日、AS2 作戦終了。18日戦、定海に到着。日付が19日に変わる頃に出港し、奄美大島近海で紹介に当たる。同日、第102戦隊は AS3 作戦部隊に編入。 29日、第2号解剖艦、第34号解剖艦とともに、佐世保に到着。佐世保海軍交渉で31日まで修理と整備を受ける。修理完了後は、佐世保を出港し、奄美大島近海で紹介にあたる。4月7日1203、奄美大島西方沖で、佐世保へ向け寄中、複数の水上艦を電単が探知する。 この複数の水上艦は沖縄水上特攻作戦により沖縄へ向かう第一遊撃部隊と判断された。実際に大島輸送隊が同海域を北上しており、第一遊撃部隊とすれ違って互いの検討を祈った。なお宮田秀夫は13時30分に機関故障により第一遊撃部隊から後を落としていた遊雲型駆逐艦。 朝下と、八代がすれ違い、我、朝下、機関故障、修理中の発行信号があったと回想している。朝下は、八代側の負傷者以上や、栄光の申し出を断り、二席は分かれたという。しかし他の八代乗組員は、朝下や、大和との遭遇はなかったと回想している。公式には、朝下は12時30分頃に、 我が敵機と交戦中の通信を最後に消息を立ち、第二十一駆逐隊司令含め前、乗組員が戦死した。二十六日、火客船橋、東丸、貨物船満州丸、に ET 型戦時応急タンカー第9南、高島ルと輸送船六隻で編成された下霊3、船団を駆逐艦朝顔解剖艦浮く、先と、第二十六号解剖艦、 第102号小海底、第29号総海底、第20号奥船艇と共に護衛して、首相山白地を出港。27日、北緯34度52分統計124度23分、北緯34.867度統計124.383度、34.867124.383の木浦沖を航行中。 上空から2機のプビーカタリナが開い。機銃装者によって、第102号小海底の甲板上に露出していたラダーケーブルが切断され、一時航行不能となったほか、浮くが試金弾により損傷したものの、船団の噴戦によって敵機の撃退に成功。その後潜水艦の攻撃を受けるも、これも朝顔の対戦相当により撃退。十九日、船団は巨彩島に寄港し、 翌30日に出港。同日、津島沖を航行中に輸送船一隻が無断で、船団から分離して、文字へ先行。5月1日に、船団は、夕谷湾に到着。ここで、八代は、先ととともに、船団から分離する。6月9日、第102船隊は九州及び、津島海峡の北西で、対戦相当を実施することとなった。八代は、 第41号解剖艦とともに、木浦南東沖に割り当てられた。同日、北緯34度18分統計127度18分、北緯34.300度統計127.300度、34.300127.300の冷水湾口で、対戦紹介中、米戦、シーオールに発見される。ーーは、 攻撃位置から魚雷を6本発射。最初の魚雷が第41号海防艦の中央部弾薬庫に命中し、他の魚雷は目標の下を通過した。魚雷が命中した第41号海防艦は大爆発を起こし沈没した。八代は他の小海艇2隻とともに爆雷攻撃を始め、 続く14時間で84発の爆雷を投下したものの c ー,ールは損傷を負うことはなかった。24日1930、松浦丸 2AT 型戦時標準貨物船、海藻応急タンカー遠略丸、大和丸からなる新内零四船団を第2号海防艦と共に護衛して向かい悲願を出港。25日0600、第13号海防艦が、 戦団に合流。同日戦三百三十第十三号解剖艦が、戦団から分離し、輸送船の捜索に向かう。同日二千三百二十五第十三号解剖艦が再度戦団に合流。二十六日零七五八戦団は、萩に到着。二十七日朝、萩を出港し、同日戦四十五に、舞鶴に到着した。七月、ヤシロは、 朝鮮北部を対戦紹介する。8月8日、八代は陸軍飛行学校の士官候補生400名を勇気にて下船させた後、すぐに出港。9日、早朝、ラツへ向かうにアンペア型戦時標準貨物船ユーマルタ輸送船3隻からなる輸送船団と護衛の第87号解剖艦、第1 5 5号解剖艦と合流。ラツに接近した ラズは、ソ連のいる -2、いる -4、約 -9 の戦爆連合による空襲を受けているところだった。そのため行き先を勇気に変更。0920、勇気から 4.8km 離れた地点で、ソ連軍機が勇気の空襲を始めるのを確認。まもなく、L、いる -2 の変態による空爆が、戦弾に対しても行われたため、戦弾は対空戦闘を行った。 ヤシロはソ連軍機11機を撃墜したが、機銃装車等で戦死2名、負傷者19名を出す。第87号解防艦では爆弾が環境に直撃したほか、あゆまるた輸送船1隻が警備な損傷を受けるなど損害を出した。船団は目的地を元山に変更し、10日に到着した。終戦時は元山から内地へ向かって航海中だった。 引き渡しのため執行する直前の八代1945年8月25日、横須賀陳府第一予備解剖館に定められる。11月30日、海軍省の廃止に伴い帝国解剖館席から除かれた。12月1日、第二福音省の会長に伴い、大港地方福音局所管の特別総会館に定められる。百四十六年三月、 海防艦倉橋、海四48号、海四49号、海七77号、米倉海底ショーブラー、レッドスタートとともに、天見大島を基地にして、機械島近海での総会任務に当たった。9月1日、大港地方福院局所管の特別輸送艦に、定められ、同時に特別保管艦に指定される。1947年3月31日、 横須賀地方福院局所館に改められた。8月25日、第三次引き渡しのため佐世保を出港し、太貸へ向かう。8月29日に特別輸送館の定めを解かれ、賠償官として太貸で中華民国に引き渡された。中華民国に引き渡し時は、節19号と歌唱された。引き渡し後、説法の名が与えられる予定だったが、偉大と命名された。 主武装は、日本製の十年式12センチメートル広角砲二門であった。しかし、手記の状態が悪く、太貸に放置されていた。国境内戦中の1949年2月、太貸に、中国人民解放軍が迫ったことから急遽、出港し、台湾の左へへ向かった。1950年、昭安に改名、看番号 PF-76。 左 A にて大修理と大整備を行い、アメリカ製の5インチ砲2門、ボホース4 0ト、mm、ル機関砲2門、エリコン f f 2 0ト、mm、ル機関砲8丁を装備した。第一次台湾海峡危機の間の1955年4月7日には、カラス島周辺で、リガン,ンと共に中国人民海軍の陣地となった島々への砲撃を行った。1963年、 他の日本製解剖艦が一斉に退役すると同時に除籍、解体された。山下貞義少佐、1944年3月1日から1944年5月10日。山下貞義少佐、解剖艦長1944年5月10日から1945年1月9日から、戦死。同日、海軍中佐に特進。本城拓司少佐。 第2福音館、1945年1月13日から2月15日、館長1945年12月1日から1945年12月6日、竹内仁志第2福音館、1945年12月6日から1946年3月12日、大田港第2福音館、第2福音事務館、福音事務館、 1946年3月12日から1947年2月5日、以後8月5日まで、官長の発令なし。伊藤正隆副院事務官、1947年8月5日から1947年8月29日。ありがとうございます。